の除幕をしたいと思います。引っ張ってください。お願いします。拍手お願いします。開校以来、これまで2135名の卒業生を輩出し、まもなく有終の美を飾ります。卒業生の皆様には、都立中学校で学んだことを誇りとし、かけがえのない青春の日々の思い出を大切にしていただきたいと思います。都立中学校は戦後の開校以来、今日まで脈々と歴史を刻んでまいりました。しかしながら少子高齢化の波はこの地にも及び、今月の図をもって74年の歴史に幕を下ろすことになりました。昭和40年代半ばからの約10年間には、県下最強と称される卓球部女子の活躍がありました。高知県中学校総合体育大会県体の8連覇、全国大会への9年連続出場は、それを有限に物語っています。さらに野球部、バレーボール部、テニス部、衣装部、英語部、音楽部等の部活動も盛んで、互いに切磋琢磨していました。昨年8月には女子生徒2名が中学校最後の卓球大会に参加しました。個人戦トーナメント表にはしっかりと都立中の名前が記されていました。次に、昭和南海地震から約50年を過ぎた平成9年以降は、南海トラフ巨大地震の発生が懸念されるようになり、対策に取り組んできました。そして平成30年度に行った津波到達時間表示活動は、高齢者の諦めを心の余裕に転じる取り組みとして高い評価を受け、防災甲子園でグランプリを受賞しています。そして本校の防災活動は、対岸に近い都立小学校と清水都立中学校に受け継がれます。また本日はこの後、小中学校の防災学習の成果を集めた防災ミュージアムが開館します。ここではこれまでを振り返るとともに、都立防災のこれからを考える場となります。Thank you.
防災の取り組みについて発表します。中学校が閉校となった後も命を守り大切にする活動が様々な場所で未来に向かって活用され発展していくことを私たちは心から願っています。それでは生徒の代表と卒業生から町長に講義が返納されます。はい、どうもありがとうございました。開校以来74年にわたり輝き続けてきた学校、沖津村立沖津中学校、久保川町立沖津中学校、そして四万十町立沖津中学校はこれからも輝き続けます。